ちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、千葉県におります。まずはですね、概要欄 URL より前回の動画を見ていただけたら幸いです。千葉県のね、ビーチボーイズのロケ地、メラ海岸とダイヤモンドヘッドに行った後に、今から友人たちと合流して釣りを少ししてから、サニーコーストという宿に向かう予定です。ちょっとね、友人たちが遅れてるみたいなんですけど、ゆっくりとドライブしながらまずは釣り場に向かいます。午前中もずっと海沿いを車で走ってるんですけどね、千葉県いいわ。なんか年々千葉県好きになってってる気がします。南国リゾート感がね、こんなにあったっけな昔。はい、釣り場に着きました。そしてね、友人とも合流して、何港だっけな、ここ名前ちょっと忘れちゃいましたけど、なんかね、海鮮丼のお店がすごい行列できてましたね。では今からですね、釣り場所を探して、まあ 1,2 時間釣りですね。では、本日もですね、ダイソーの釣り竿セットを使って釣りをします。もうね、餌つけるところからね、もうやる気なくしますね。早速絡まりましたね。はい、今回ですね、適当にこうつけた、見えるかな、ハワイソメがあったので、ハワイソメをつけて、重しも肩結びで結んだ状態で垂らしてる状態ですね。もう一個ね、竿があるんで、そっちでね、ルアーやってもいいのかなと思うんですけど、まあ、今回これでおそらく釣れると思うんで、このスタイルで少し放置してみます。なんかね、小魚に結構つつかれてる感じはね、まだあるんですけどね、楽しいな。今ね、フグがね、私フグが釣れそうだったんですけどね、逃げられました。もう空中に上がってましたよ、踊ってました。空中で散々踊った挙句ね、逃げられましたよ。はい、おどやさんに着きました。こちらでですね、買い出しをして、宿にチェックインします。はい、買い出し終わりました。やっぱり品揃えがやばい、全然欲しいのが売ってなくて大変だった。余計に時間かかっちゃいましたね。チェックインだ、やっと着きました。十分すぎますね、広い広い。こちらにもね、おしゃれなのがあるんですよね、ビラが。で、目の前が海、最高すぎる。っち国道が目の前にありますけどね。では軽くですね、人がいないうちに、宿の中身を、部屋紹介を。こちらが今夜のバーベキュースペース、広い。そして開けると、はい、広いね、全然広い、広いスペースがあって、でね、キッチン、これあれ、お風呂、あ、キッチンっぽい、トイレとお風呂、確かね、1階と2階で分かれてるんですよ。分かれてて2階があって、2階は2階でね、え、またほらキッチンある。で、トイレとお風呂もあるんですよ。最高すぎません？こんな感じ、立地がやばい。で、窓開けると目の前にこの景色、超綺麗、なんてこった、すごい、散歩したい。地形がまたさ、ただのまっすぐな砂浜じゃないから、またなんかいいよ、ね、そうね、見た目がそういうところが、もうけどすぐ海はあるっちゃあるね。
どこだっけな、これね。はい、行きました。目の前の海、本当に徒歩ね、10秒20秒で海に来れます。いやー、綺麗、普通に綺麗。あっちの磯の方行きたい、磯の方行ってカニ取りたい、カニ。これはいいよ、初めてこういう海の近い場所のコテージに泊まったかな。そうかな、ちょっと思い出せないですけど、これはいいわ。すごいね、海の匂いね、すごい。はい、今日ですね、あのスーパーで釣れたイナダですね。イナダは今さばいてもらっちゃうもんね。今日は刺身と何作るんだっけ。イナシャブで。イナシャブいいっすね、楽しみにしております。はい、着々と本日の晩飯の準備ができてきております。バーベキューと、なんだっけ、イナダシャブ、シャブシャブと刺身、贅沢ですよ。始まったよ、バーベキュー、ついに。はい、ビールと焼き肉、幸せな時間ですよ、仲間とね。この時間を待ち望んでいましたよ。いいんですかね。はい、皆さんお疲れ様です。乾杯。肉が少しね、高めのお肉だったんですけど、分厚くてすごく美味しそうなお肉。いやー、食いて、早く、お腹すいた。はい、いただきます。うん、うまっ、うん、最近食った焼肉の中でもかなりうまいよ、外のバーベキューの中でもね。うまっ、めちゃくちゃでかい、これだけ。はい、こちらがですね、友人がさばいてくれた刺身でございます。はい、こちらが、稲田の刺身です。稲田の刺身って初めて食ってるかもしれない。食ってるかも。え、うまい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 わ。脂乗ってますわ。うまっ。落ちたね。え、落ちたね。いやいや、返す側の問題でしょ。日が暮れてきました。6時ぐらいなんですけどね、この西日がまたね、雰囲気出して最高ですよ。贅沢な時間。こういうのも全部取って、こんな感じ。あ、確かに可愛くない、この重みでちゃんと浮力があるっていう。これ新品ですね、買ったら7000すかね。それ以上だったな。でも中古で2000円。こういうのも5000円とか。これだいぶ焼くものもなくなってきて、今からですね、稲田のしゃぶしゃぶをします。たまたまね、スキレットを持ってたから、そのスキレットでここで食えるんで、でかいですね。あ、では稲田のしゃぶしゃぶやってみてください。お願いします。もうね、だし入れてるんですよ。だし入れて、いや、スキレットあってよかったね、これね。よかった。部屋の中でやんなくて、こんなもん、もういけんじゃね、表面が色変わったぐらいで。はい、こちら稲田しゃぶでございます。いただきます。うん、ほんとうまい、ほんとにうまいよ、これ。みんな食べて、ほんとうまい。もういいときに後で洗っとくから。だいぶいい雰囲気になってきました。こっからしっぽり飲みたいですね。ここでね、友人が一人バイバーイ、気をつけてね。友人がね、帰るというこの時間からお疲れ様でした。はい、現在8時ですけれども、もう片付けも終わって、残りね、この炭が燃え尽きるのを見つつですね、しっぽりしっぽりお酒を飲んで語らうというね、最高の贅沢の時間でございます。
はい、室内入りました。もう結構ね、我々も疲れてまして、お風呂入って軽く飲んで寝る感じになりますかね。これはね、この雰囲気がまたいいですよね。疲れ果てた感じがね、みんなね。夜食に塩ラーメンが売ってなかったので味噌ラーメン作りました。くっそうまいです。くっそうまい、やばいっす、本当に美味しい。おはようございます。もう昨日疲れ果てて寝ちゃいましたね。そして現在朝7時なんですけどね、もう起きたら海ですよ。なんだこの夏を感じる、気持ちよすぎるでしょこれは。景色を眺めてたらもうどん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 時間も過ぎていって、片付けに今も追われてますね。帰りたくねー。ちなみにですね、本日泊まってるのがこのオーシャンブルー館なんですけど、隣にね、シーブリーズ館というのがありまして、これ同じ日で人数多めでね、2つ貸し切ったらここを敷地をね丸々使えるので、それもそれでね絶対楽しいと思いますね。はい、片付け終わりました。チェックアウトですね。最後にあえてこのバーベキューテラスでゆっくりして帰りましょう。はい、チェックアウトしました。したくなかった。これはね、良かったですよ。本当もうなんか最近コスパのいいところに出会いすぎて、もう千葉県に来たらここやばい、1年に1回は泊まりたいって毎回言ってる気がするんですけど、初めてね砂浜の近くの宿に泊まってバーベキューもできて、コスパも超良くて、トイレバス別であって、結構本当にまた文句のね付けどころがないですね、コスパから考えると。というわけでですね、この後はゆっくりドライブをしながらね帰ります。現実の世界に戻ります。ご視聴いただきましてありがとうございました。よかったらチャンネル登録高評価どうぞよろしくお願いいたします。ではまた次回の旅でお会いしましょう。バイバイ。はい、みんなバイ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